始まりました。はい、オネスト TV ということで、チャキーンなんてことなんですよ。採用されました。採用されました。いいね。どうやってみて。うーん、板についてない。イコさん、はい、やってきたよ。あら、漫画語らせていただきます。イエーイ。第1回 Kindle の中身紹介やらせていただいたんですけれども、ね、今日はそれの第2回やらせてもらって、はい、行こうかなと思ってるんですね。うん、前回、うん、意外と反響が分かんない、自分の中ではあった、うん、だからなんかセンスいいって思われたいっていう気持ちが生まれちゃって、なるほど、今日うまくできるかな。第1個目、はい、私がおすすめしたい漫画、うん、まあこれも皆さん多分有名だと思う、うん、アニメもやっています。エグゼメンバー世界におすすめしてもらったんですね。まず第1個目、こちら、延々の消防隊です。へえ。これね、ソウルイーターっていう漫画を描いている大久保敦先生が描かれているんですけれども、うん、まずちょっとざっくり皆さんにちょっと説明させていただくと、うん、まあ、この世界では最も多くの人をこう恐怖させているシーンは焼死なんです。ほう。で、それはいきなり起こる、その人から人体発火が起きると。はあ。それはもう原因が不明なの。はいはいはい。その発火した人のことをホムラビトっていう風に呼んでるんだけど、ホムラビトができていく原因がわからない。はいはい。でもそのホムラビトができたら、そのホムラビト専門の鎮火と鎮魂をする特別消防隊がやる。へえ。っていう設定です、まず。なるほど。で、その主人公がその特別消防隊に入っていくっていうストーリーなんですけれども、なんでこんなにも面白い、引きつけるのかなと思ったのは、はいはい、まあ、まず一つは、バラエティに富んだキャラクター、そして、キャラクターが多いもかかわらず、一人一人のキャラクターの掘り下げ方が強いから、はい、見ていて、どのキャラクターも愛せる。このホムラビトがなんでできてしまうかっていうのを真相解明していく物語です。目的はそれ一個なんだけど、誰が味方かわからない。誰が敵かわからない。裏切り、裏切られを、こう、まあ、読者としてね、されながら振り回されていくっていう。アニメにもなってて、そう、ものすごく。え、今まだ続いてるの？連載中？連載中です、これ。へぇ。でも今最新刊でようやく、あれ、もしかしてこれが原因なの？みたいな。ちょっとずつ紐解かれてる。マジかよ。今一番こう大詰めじゃない？マジか、面白そう。これはね、ガンちゃんに勧められた漫画がありまして、それがこちらでございます。マイホームヒーロー。これはね、まあ、ざっくり話しますと、もう普通のサラリーマンの男性がとあるひょんなことがきっかけで殺人を犯してしまうんですよ。はあ。マイホームヒーローだから家族の中でのヒーローだから、家族を守るためにやったその殺人を、たまたま推理小説を書いたり読んだりとかする人が趣味だから、そこに対しての知識がものすごいから、何個もの危機を乗り越えて家族をギリギリのところで守っていく。へえ。警察からも目つけられるし、犯罪だってヤクザからも目つけられる、あいつじゃねえ。でもね、それをね、なんとか自分じゃなくこうね、やっていくわけですよね。原作が山川直樹さん、そして漫画が浅木正史先生、一人でやられてる方でもストーリーすごい面白い方たくさんいますよ、それは。ただやっぱりこれね、分業されてるとものすごい厚みが出ると思う。代表例で言ったらデスノートとかもそうだからね。警察、ヤクザ、その家族、もう一個の軸が出てきて、今度は四つどもえになってるわけね。この四つどもえのこの一つはね、もう俺マジ予想できなかった、こんな展開になるのみたいな。で、今度はその四つどもえになると、主人公からしてみれば敵になるそのヤクザともう一個のここが戦ったりとかもするわけです。そうだよね。そう、1対3なわけじゃなくて、うん、常に1対1対1対1がこう行われてるから、なんかそういうのってやっぱ燃えるよね。あいつが負ける姿想像つかないやつと、あいつも強敵だっていうやつが戦った時に、その主人公対敵だけじゃない面白みってあるじゃないですか。もうバキではもうそんなのばっかりだと思うんですよ。バキのね、本当に、まあ、まあいいよ、バキはちょっと話すと長くなっちゃう。今度ちょっとバキはしっかり語らせてください。ごめん、ちょっと作とかが違うっていうシリーズでちょっともう一個飛ばさせてください。 DJ させてもらっていいですか。あらららら、グラサニ。あ、原作森高裕二さん、漫画家足立金太郎さん、うん、これは野球漫画なんですけど、
主人公の、まあ、ボンダっていうピッチャーがいるんですけれども、でものすごくこの人は年俸を気にする。グラゼニっていうのはグラウンドには銭が埋まってるの役なんですけど、その年俸を気にする中継ぎピッチャーなんだよね。でそんなボンダが少しずつ自分の武器を使ってどんどん年俸を上げていくっていうストーリー。キョンのことから急にメジャーリーグ行ったりとか、えでそれもね別に華々しく行くわけではないんだよ。で華々しく活躍するわけでもないんだけど、そこがまたリアル。あすごい。だから徹底的にリアルを追求した野球漫画。森高優さんで行くとね、他にも、ね、もう一つね、江川と西本っていうのもあるんで、江川さんがどうやってプロ野球で、まあ、怪物と呼ばれて、でその陰には西本というライバルがいて、西本選手。え、実は？実はです、実は。これもなんか徹底的にものすごく取材されて、それを当時の江川さんと西本さんの関係を漫画にしているんで、やっぱりだからこの取材力がね、やっぱりなせる技なのかなと思っちゃいますね。ご年配の方にも楽しんでいただける。特にね、江川さんとか西本さんはリアルタイムで見られた方とかはもうたまんないんじゃないですかね。終わり？俺は結構お腹いっぱいよ。だっていつも何系でしょ、ね、なんか男子系ないとか女子系ないのとか。確かに。ちょっとコメディーチック。コメディーチック。あ、わかりました。はい。わかりました。あ、じゃコメディーいいじゃね。自分でリクエストして自分で選んでるからね。そうですね。庵野もよこ先生、ファンの皆様、お待たせいたしました。花と蜜蜂でございます。ああ、守備範囲広いですね。これはまあ恋愛ものっちゃ恋愛ものなんですよ。モテない男がどうやって髪型だったりとか、メンズエステに出会って、眉毛の形だったりとかをものすごく一生懸命やってモテてーっていう、うん、こう単純にそういう物語なんだけど、モテるために頑張っていく小松っていうキャラクターと、小松がどんどんいろんな恋をしていく女の子たちだったりとか、小松を磨いてくれる女性だったりとか、基本コメディタッチでずっと描かれてるんだけど、なんか俺最後の方なんて普通にキュンとくる。なるほど、うん。やっぱり俺ね、この庵野先生が描く女性像、うん、男子がグッとくる女性像なんだよね。おお、うん。俺は面白い女性が出てくる漫画すごい好きだからさ、はいはいはい、ギャグ線の高い女性が出てくる漫画、庵野先生の女性ならではの笑いと切れ味のいい一言だったりとかをこう置いてくる女性たちのセリフ回しも大好きだし、俺はこの小松のモテたいモテたいのなんかこう一生懸命やってる姿も全国民の男子が共感できると。え？あ、違う違う違う。すごい細かくブルブルするじゃん。終わったよねっていう雰囲気になったなと思った後になんか今スクロールしだしたから、うん、ドキッとしたよね。さてさ、今5ぐらいじゃない？今4ぐらい。4、5だね。うん。薄くないかい？いやいや、十分よ。濃い、濃い。え？濃厚よ。マジで？現役？現役。薄めたい。薄めたい、むしろ。タイトルをいくつか言う分にはいるじゃん。あー、もっと？うん。これも話したかったよっていうのがいくつか。じゃあそれちょっと面白い女性が出てくる漫画好きつながり言ったら、最近やっぱ波を聞いてくれは面白い。へぇ、まあ女性が主人公なんですけど、本当に腹抱えて笑う。へぇ、これは前回コメントの中にもあって語ってくださいって言ったけど、東京リベンジャーズとか、あとは俺はワールドトリガー、呪術廻戦、進撃の巨人とかブルーピリオドとか、まあそりゃそれこそ鬼滅だってそうですよね。鬼滅の刃もまだ何もやってない、触れてないし、何よりも福本先生に俺は触れてないんだよ。まだ言ってないんだから。三国志っていうのはマジであれ長いから。三国志めちゃくちゃ長いから。マジで長いから、うん、それはそれで語ってもいいじゃない。そうね、もうどっちが倒れるか勝負だよね。まあそんな感じですかね。ぜひね、でも皆さんが、うん、ぜひコメントでこれも面白いですよ、これも面白いですよって言っていただいたやつもすぐ目通して、ああ、 いくつか読ませてもらったのもあるので、うん、ぜひそれもですね、皆さん教えてください、また、うん、はい、ということで以上、オンデスト TV でした。ありがとうございました。